こんばんは。お久しぶりです。茂木耕作美空研究所朝礼ではなく今日は夜会となりますが、復活ライブでございます。皆様お元気でしたでしょうか。ご挨拶したいと思います。砂塚森田さん、こんばんは。お元気でしたでしょうか。のトレーニング毎日見ております。あ、アキラさん、こんばんは。清水信之さんが後悔に出られたんですかね。すごい投稿を始めてみたら何気にやっぱりやってみるもんですね。ブレーキ外れると最初2行だったところからあの過去のブログが出てきてすごいいい文章だったですね。あ、周平さん、こんばんは。それからちょっと待ってね、順番これ久しぶりだから忘れてないよな俺。森本あかねさん、全くん、こんばんは。山本健太さん、こんばんは。清水信之さん、こんばんは。寺石ゆかさん、こんばんは。足の具合はいかがでしょうか。大丈夫ですか。さあ、次が中村周平さんですね、こんばんは。山田友人さん、こんばんは。そして中島明さん、こんばんは。佐藤直君、こんばんは。そして小山愛さん、こんばんは。言えました。何日休んだかな、1週間ぐらいお休みいただきましたが、先週ねちょっとお話ししましたけども、お葬式がありまして、それ自体はね一泊ですぐ帰ってきたので、僕自身そんななんていうかバタバタしていたわけではないので、やればやれなくもなかったんですけども、1週間休んでみようかなということで、ちょっとあえてね、スタエフの、ね、走りの学校のオンラインスクール学級委員通信も今再放送を流すというですね、形で、ちょっとしばらくやってみました。そんな感じで皆様いかがお過ごしだったでしょうか。これ夜だしな、なんかこれ招待を送信してみようかな。もし入ってみてください。ゲストを追加できません。そうなんだ、いいか。ライブ動画に招待を一応送ってみましたけど出れたら出てみてください。いやでも何でしょうね、一応あれですね、ライブ配信を止めていただけで、お、周平さん、もう行けたやん。行けました、行けました。行けたね。あれこれ。どうも。しくじり野球論の時にチャレンジしたけど、なんでダメだったんですかねあれ。できましたね。なんかよくわかんないですけど。はい。今どこですか、宮崎？宮崎ですね。お疲れ様です。今日も連続。錬金術師ですか。そうなんですよね。お疲れ様です。これからいっぱいやろうとしてたの。あ、すみません、もうやってます。ごめんなさい。やってますよ。もうやってんだね。じゃあ飲みますか。いやもう、飲まないでちょっと、飲むことが今リフレッシュ中、リフレッシュですね、今ね。あ、なんだ、これ、アキラさんからも来たぞ。アキラさんから来ると、これも3人でできんのかな。アキラさんと1対1をやったことあるんだよね。これ、ライブ配信で3人入れ、何人入れんでしょうね。アキラさん、これでしょ。でしょうか。一応追加してみましたよ。招待を送ってあるので、そちらの操作がどうなってるのかちょっとわかんない。これって招待が行くの？そっちでわかるんですか？来ますね、はい。
リクエスト画面で。お、これ3人になった。おお、3人揃った。すげえ、3人揃ったぞ。いや、しかも、え、お仕事中ですね、今日も。そうですよ、アポロマンスタイルです。頑張ってあ、ユージンさんも来たぞ。これは4人目いけるのか。さあ、何人までいけるんだ。さあ、ユージンさんも送ってみました。これね、ユージンさんはね、なんだっけな、なんか音声がとか言ってたんだよな。もし来れたら入ってみてください。いや、皆さんお元気でしたか。あ、招待を承認できませんでしたって出たな。そっか、残念。あきらさん、どうですか、お元気ですか。あー、もう僕が留守とったら何が残るやろ、これ。よかったよかった。相変わらずのどうでもよさで参っております。いや、なんかさ、あんなに何度も何度も喋ってたらさ、どうでもよさを保てないんじゃないかなと思ってて。なんか、あの、喋り慣れて切れ味が出てきちゃったりとかしたらさ、破綻するじゃないですか、チャンネルが。うん。どこまで保てるの？言うことないのしょぼいから。いや、クオリティを保つためにはずっとどうでもよくなきゃいけないわけでしょ。そんなんできると思って、ちょっと無理ゲーになってんじゃないかなと思って。いやいや、そこまで苦しくは。いや、俺さ、そう、なんか、アキラさんまだいけると思ってるんですけど、周平さんが音声配信才能じゃないってずっと始めてさ、最初モジモジしてたのがキャラだったのに、だんだんモジモジしなくなってきたの。めっちゃ上手になってるもん。そんなことないっすよね。そんなことないっすよ。やんないっすよ。あれ、今日も酔っ払ってるはずなんだけど、割とシャキッと話しとるなみたいな。わざとして成立してるから。あれ、何これ、よっぽどキャンプ楽しかったな、これ。最近でも、最近あまりお酒飲んで配信してないっす。あ、そうなんだ、うん。なんかもっとさ、あの、なんかグダグダが懐かしくて、最近。だってさ、あの、ちょっとトイレ行ってきますって気づいたら朝でしたとかさ。こいつ、ありましたね。あれ、だから、あれぐらいの時はもう本当にお酒飲まないと、ちょっとできない。お酒の勢いが来てる感じ。伝説の回あったでしょ、あれ。いや、もうでもなんかさ、すっかりなんか飲んでも飲まれなくなっちゃったしさ。いやいや、そんなことない。なんか大人のたしなみ的な酔い方をして喋ってるな。いや、もうその後にあのユージンさんとかね、それこそアキラさんもそうだし、ゼンクもそうだし、もうみんなこう、アカネさんもそうだし、始めたのでみんななんかすごいこう、うまいじゃないですか。そうだよね。ま、すげえなと思って。うん、まあ、あの、喋り家としてはさ、話し家としてはさ、アキラさんがこうなんか落語家みたいなんだけど、あんなにうまいのにどうでもいいっていうね。やべえな。才能の無駄遣い、これ以上ないっていう。ああいう文化に慣れ親しんでるから、もう地上やで。うん、いや、いいな。いや、なんか俺はアキラさんのスタンドで一緒にバイトしたいですね。だってあれを延々聞けるわけでしょ。まあ、まあまあまあ、一緒にバイトしてればさ、うん、バイト仲間で同じスタンドで話してれば、まあのどうでもやさを多分よう思って2時間かな。もうええってってなってくるから。まだ言うの、もう言うわ。いや、俺は挑みたいね、そこに。え、いや、ほんとに、普段もあの感じのどうでもよさを保って喋ってるんですか。ちゃんと、なんていうか、どうでもよくないことも喋るんですか、普段は。
どうでもよくないことが2位ぐらい。一応、2は。全体が僕は知らんけど。何読めばっと何?2 はあるとか。そう。僕は想像に思う。いや、でもあれだよね。あの、8位のどうでもいい話がさ、振りが効いてて、その2位がめちゃくちゃいい話に聞こえる可能性あるから。もうね、そう、あん、8もやってると、え、真面目な話ですか急に来ないで、みたいな。そうそうそう。珍しいとか言われちゃう。確かに。だからあのアキラチャンネルでもさ、何10回に2回ぐらいちゃんとした話してますもんね、割とね。ああ、そういうことだ。稀にね、うん、あっちは聞かれても映画側の方だから。あ、そっかそっか。どうでもいい話でもさ、なんかどうでもいいわって言ってなんか最後締めるから、まあなんか納得することにしてんだけど、まあまあいいこと言ったよな。あれは聞いてる人も最後一緒にあのどうでもええわ言うて終われる、こう刷り込みが目標やから。そうそう、なんか無理やり押し切られてるけど、いやまあまあいいこと喋ってましたよ今日。いやいやいや、スカスカっすわ。いやでもいいっすよ。なんかストレスがなくなるためにはああいう方がいいんだなと思ったよね。なんかまあ、うんうん、話の頭と終わりってこう笑って終われたらいいじゃないですか。そうだよね。いや、うん、すごい発明だなと思って。いやいや、あれ挟めば何言ってもいいんだなと思って。なんちゅう発明をして。いやだからあれだよね、なんていうか、一人一人前の人の発信のキャラを見て研究してるからさ。まあ、ある意味周平さんが一番最初こうね、まあ、ある種瞑想というか、こうどこに行っていいのやらみたいな感じだったじゃないですか。モテ策に押されたもんだから、こうちょっとおーっつって前出ちゃったけど、これもうどうしたらいいんだよ俺みたいな、このステージ立っちゃったけども。誰が誰に何を言ったらいいんだみたいな。本当そうなんですよね。いや難しいですよね。でもなんかもうアキラさんとか、本当アキラさんに救われたって言ったらおかしいですけど、うん、なんかもうあんまり力まないでいいなと思って。そうだよね。いやいや、でもそれはすごい感じます。力みなくなったなと思って。そうだ、なんかどこかでこうなんかうまくしゃべろうとか、はい、いいことしゃべろうっていう、なんかどうしてもそういうふうに働いちゃうので、アキラさんのドゥでもいい話がね、もう聞いた瞬間、もうゲーと思って、これいいと思って、全くんもそうだけど、強えなと思って。そうだよね。あ、そうそう、だから全くんもそうなんだよな、結局な。アキラさんと、そのチャンネルの趣旨を変えてるだけで、ほぼほぼ同じ、なんていうか、メンタルでやってるよね。日記みたいな感じじゃないですか、ね、でも。そうだね。あの感じで行きたいなって。夜間学校からちょっと変えていこうかなと思って。いや、いいんじゃない、別に。いい夜間学校に変わっていくかもしれないですよね。うん、まあ、夜間学校もいろいろでしょうから。そうですね、うん。学校やのにお酒が許されてるっていう時点でもすごい学校やから。本当確かに。ニール焼酎ハイボールから始まる学校なんて聞いたことない。いやー、入りたいね。入りたいね、その学校。いや面白いな。い
やかねさんのアフタヌーンティースマイルも最高じゃない。なんか俺もう泣けちゃうんだよ俺、あの人の話聞いてと素晴らしい、うん、いや親子でスタイフやってるって聞いたことないからね。あのなんかこう裏でこう料理のしてる音とか聞こえるっていうあの感じがすごくめちゃくちゃいいな。すごくいい、めちゃくちゃいいな、うん、なんか癒されちゃう。いいもんと思わなかった本当に、うん、なんか想像はできるじゃん、まあ、そんなになんていうか突飛なことをやってるわけじゃないっていうかひねりがあるわけでもないと思うんだけど、こんなにいいのって思ってなんすかね、すげえ突き刺さってます僕らね。なんなんでしょうね。さっきも言ってはったけど、あの、うん、料理の音が聞こえるとかその生々しさがいいんじゃないですか。そうだよね、うん、なんでなんですかねあれね、不思議じゃないですか。なんでしょう、あのほっとするっていうか、あのあるよな、めちゃくちゃ茜さんちお邪魔してる感があるよな。そうなんかこう母性を母性をって感じるっていうか、そうなんて言うんでしょうかね、うん、いやなんか正月実家帰ってゆっくりしてる感があるんですよそうあ、お母さんすいませんお気遣いなくって言いながらめちゃくちゃ気を使われるっていうねあ、25日行きますよ。話しないとんでごめんなさい。よかった。そうだよ。行くよ。そうだよ。そうなんだよ。見に行くよ。いやー、なんか、面白い展開だよね、あれね。最強っすね。砂塚さんも来れるかな。ね、すごい。あんなオフ会ないよ。いろんなオンラインサロンあると思いますけど。最行こうっすね。え、なんで大阪でお仕事なの？伊丹空港やっぱり関西。そうそうそう、伊丹、伊丹ですね。伊丹なんだ。はい、なんちゅう偶然やと思って。こんなことあるの？本当そうですね。で、ちょうどたまたま普段は日曜日が休みに設定されてるんですけど、はいはいはい、たまたまあのその向こうのお客さんっていうか航空局の方の都合で一日土曜日に設定されて。うん、ほんとたまたまなんだ。まあでも本当、でも本当に天候とか今回もそうなの、天候とかこうなるとこうずれたりする可能性があるので、そこだけはちょっと心配なんですけど。ああ、そっかそっかそっか、ね、土曜日に作業がもしできなければ日曜日は予備日になっちゃうから。そうですね、だからそこら辺がちょっと心配なんですけど、その時はもうアキラさんに代理で出てるじゃない。砂塚さんも2人しか出たらあかんって書いてたしあれ。いやじゃあ代理で中村主演で出てもらっていいですか。あ、確かに年齢同じくらいでしょ。年齢同じくらいだよね。アキラさん何歳だっけ。僕はモテサクさんと同じ。46か。うん。じゃあいけるやん。大丈夫です。いける。いける。いける。アイさんもいるぞ。なんか一応ライブ配信で招待してみよう。アイさんも来れたら、もしよかったら来てみてください。アイさんも夜は行けるんだな。いや、アイさんとの対談見ました？見ましたよ。どうでしたあれ。俺的にはすっごい楽しかったんですけど。暑いっすね。あれだけこう、こう自分のその推してるものをこう熱を込めて喋ってるのはすごく。そうだよね。おい、チャンス。お仕事中ですか。お仕事中。あ、そうです。ちょっとあのまた途中で抜けなきゃいけないんですけど。全然全然、ありがとうございます。してます。前回ありがとうございました。本当にめちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。ちょっとあの、うん、あと ご報告しようと思ってたんですけど、はいはいはい、今さっきですね、あの社長と、うん、今後のあの、うん、会のことを話して、はい、でもそしたら、うん、ちょっと全然生活していけないっていう条件が出てきてしまってなるほど。そうなの、出汁でちょっと生きていけないかもしれない。マジでどうすんの
仕事探し。決断を。ちょっとみんな決断を、仕事を。そう。いや、ちょっと今、ちょっと衝撃中で、今、マジか。そうなんです。うんうん、はい。ちょっと私の研究も、そもそも生活費がちょっと止まってしまう。研究費以前の問題ですか。そっか、ちょっと手伝うからさ、なんか言ってよ、なんかこれやってほしいとかあったらさ。ありがとうございます、うん、ちょっと私どうしていいか今わかんないんですけど。マジか。はい、オッケー。そうなんです。あ、じゃあもうこれから就活なんだね。そうですね、多分そうですね、うん、はい。ジャムステックに来れば私の研究できますか。そんなどうなの。いや、ジャムステックでなんか結構事務職とか割とポジションあると思うんだよね、うん、ああ、そうなんですね。なんか人材派遣で割と入れ替わるんですよ、うんうん、ちょっとチェックしてみます、うん、一緒に働けるってことですか。うん、いや、なんかそんなに敷居高くないと思うんだけどな、わかんない、僕条件とか知らないけど、割といろんな人がいらっしゃって、長い人は長いし、そうなんですね、うん、海水からお出汁を作るとかそんな感じですか。海水から。すごい。海水から直で。それ塩水で、私の塩できそう。それどうでもいいではなくて、どうにもならない話です。ならない。面白いな。そっかそっか。でもそれ会社のオフィスなんですね。はい、あ、そうです。ちょっと、うん、はい、今計算してるとこで、なので、ちょっとご挨拶だけしようと思って。はい。いや、じゃあお仕事頑張ってください。はい、ありがとうございます。今二人がね、仕事場からっていうね。あきらさん。お邪魔しました。よかった、お話できて、ありがとうございます。これはバッテンです、ね。じゃあちょっと耳で。じゃあね、はい、聞きします。はい、ありがとうございます。ちょ、耳で愛さんに聞かれたらさ、じゃあみんなカッコつけないよ。喋れないくだらない。なおくんもおったぞ。なおくんもおった。あきらさんは傷にでも塗ってました。ゆうじんさん、なんかゆうじんさん、なんかコメントに切れ味が出てきたよね。あ、なおくん入れそうかな。すごい、これ4人も入れんだね。うわー、なおくん、こんばんは。おいっす、お久しぶりです。お久しぶり。どこにそれ、外やん。あ、今スタバにいました。スタバだったんだ、なるほど。はい、いやー、久しぶり。お久しぶりです。中田敦彦オンラインサロンに入ったなんて。あ、そうです。はい、どうですか。居心地はどうですか。まだあんまり触れてないんですけど、たくさんこうアイディアというか、別になんかそこでっていうよりは、それをどう自分に生かしたりとか、走りの学校に生かせるかなっていう目的で。あ、そうなんだ。面白い。ホームルームとかちょっと覗いたりした。しました、しました。すごいっしょ。すごいっす。まずもうなんか情報量がめちゃくちゃ多いんで、ついていくのに精一杯ですね。あれを見て、僕も毎朝朝朝礼ライブをしようと思ったんですけど、はい、僕30分とりあえずやろうと思ったんだけど、あの人3倍ぐらいやってて、はい、そうですね。やっぱプロすげえなって感じだね。そして、はい、でもなんかまとめみたいな、うんうん、そうなんか多分運営の方がやってくださってるんで、あれめちゃくちゃいいなって言って、うん、そうそう、あれをさ、文字起こしで、単なる文字起こしじゃなくてさ、サマリーにしてるっていうさ、趣旨を取り出して、そうです、なんかテキストでだいたいこういうこと喋ってたよみたいなのをまとめるっていう、あれめちゃくちゃ頭いいよ。いや、はい、いや、あれもだから6000人いるとああいう人が出てくるんだなっていう感じだよね、うん、確かに。スタバですか。何帰りなの。あ、今日は部活が朝から夜もなって、うん、
で、夜ご飯後輩と近くのなんか混ぜそば食おうかって、うんうん、食べて、あー、そうなんだ。はい。ちょ、待ってね。なんか、ユージンさんから、来週日曜日、息子が所属していたサッカー少年団に、ナオくんと走りを伝えに行ってきます。ナオくん、また北海道行くの？佐藤さんってあれじゃないですか、あの、北海道の。あー、あっちの佐藤さんね。さん。はい、おそらく。いや、行きたい。もちろん北海道に、まだあります。はい。なるほど、なるほど。あ、すごい、はい、北海道いいね。北海道メンバーやっぱなんか、つながり熱いよな。やっぱ旗組南部じゃないんだ。旗組、そうか、旗組の結びつきが強いのか。あれだよね。そうですね。その。ミッキーと森弘さんとかもね、やっぱ、結束強いよな。そうですね。旗組か、なるほど。青くんじゃないと。面白い。サッカー少年団に、しかも2人で。すげえな。ナオ君は結構レーサーズとか、あっちゃこっちゃ出てるんですか？そうですね。週1で、あの、江戸川教室のお手伝いをしているので、この前も中野さんとかとお会いしました。あ、中野さんと会った。はい。息子さんが今年初レーサーズ。うん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 。あの、はい、いらっしゃってたりとか、はいはい、中野さん、はい、会いたいな、ちょっとね、愛そびれてんだよね、はい、キャッチボールしたいな、中野さんと。宮田さんっているじゃないですか、誰さん、あの、日ハムだった、はいはい、宮田さんね、はいはい、はい、の、あの前練習したんですよ。うんうん。何の練習？走る。あと野球、いや走るのと野球。え、両方やったの？すごい。うん。そうです。で、それあのインスタに載っけたんですけど、うん、ちょっと宮田さんの立場的にプロアマ規定に引っかかるグレーラインだったんで削除したんですけど。ああ、はいはいはい。はい。やっぱ違いました。今の球は宮田さんすげえ。あ、そうなんだ。え、どう違うの、はい、日体大生よりもどう違うっていうのは全然、はい、どう表現できる、周平さん、最後いらっしゃいましたっけ、宮田さんの。周平さん来てた、あの、盗塁革命の終わった後。はい、はい。あの、宮田さんがなんかちょっとプチ野球塾みたいなやつ。ああ、それ、そこまでいなかったかもしれない。いないですか、うん、あ、いなかったですか、うん、その時、まあ、それもあって、うん、あったんですけど、同じ内容で、なんかあの、もしボールとかあればやってみてほしいんですけど、はい、こう、ボール普通に、はい、持って、はい、なんかこう、ブラブラっとするんですよ、うんうん、こう、下に、もう本当に脱力した状態で、うん。その脱力が全然違うっていう、根本。力いらないっていうので。なるほど。なんか足、よく足使って投げなさいって言われるじゃないですか。なんか、その、究極なんだ なるほど。僕もこう、なんか、やってるでも手首しか動いてない、うんうんうん。宮田さんは本当にもう、そのもう、腕全体がもう、ブラブラって。はあはあ、こう本当にただ持ってるだけで、はあはあ。ぜひ、あの、宮田さんにお会いするとき、あの、ボール持って、うん、すいません、それやってくださいって。あ、その感じが全然違うんだ。そのしなりというか、柔らかさが違うってこと。はい。ね、で、普通にそれでキャッチボールして、うん、あとはその距離が離れたらもう足のステップでキュッてこう力入れてっていうか、うん、え、本当にじゃあもう無知やって感じ、無知になってるわけね、手が、はい、へー、なんかあのプロ野球選手とかってこう、うん、っていうよりはなんかキュッてやるじゃないですか、はいはいはい、あのあれがもうやっぱりすごい、なるほど、それ技術なんだ、新しい、で僕もあの肩中学から怪我してって思うように投げれてないんですけど、はい、うんうん、皆さんのその脱力みたいなのをやったら、うん、結構そのいい感じに走れてる、あの、うんうん、あそこどこでしたっけ、あの室内で周平さんに受けてもらった以来のこういい感じ、あー、なるほど。あ、じゃあ、はい、もうメンタルを超えた本当の技術がひょっとしてその辺に見つかるかもしれないっていう、
だからもう これでこれやって周平さんに受けてもらって150円だから買ってもらって、確かにフィジカル的にはあり得る、うん、そうです、はい、可能性、はい、ありますので面白いな、しれっと大口叩くよないやでもそのぐらい、そのぐらいどちらも、ね、あの宮田さんも周平さんもすごかったんで、はい宮田さんと比べなるほど、今のあれもってみたけど、うん、はい、手首振るだけで、うん、あ、そうです、そっから上に行ったら動かそうとしたらなんかぎこちない、うん、気持ち悪い、そうです、そうです、アキラさんって左利きなの？あれ、画面反対？右？今、これ左。それが左。あ、画面が反転してんのか。そういうことか。なんか。そっちが右手なのね。右手。なんかこう、無理やり振ってる感。なるほど。なんか、そうなんですよ。本当にもう、はいはい、ほぼこう、ブラブラして、ちょっと斜めで見づらいかもしれないですけど、はい、の感覚がもう、僕はもう手首こうやって振ってるんですけど、全部しなってる感じ。友人さんがゴルフクラブで置き換えて、それかもって言ってます、ね、そのなんか、究極プロスポーツ選手のなんていうか、フィジカルじゃない技術だけ抜き出すと割とどのスポーツにも応用を聞くようなテクニックばっかりなんだよね。そうなんですよ。で、あの結局それを戸川さんが証明してくださったんで、3人で練習した時。へえ、何ですか？あの宮田さんのインスタグラムにリール動画あるんで、うん、それ見てもらえればあれなんですけど、うんうん、全然違うんですよ、投げ方が。へえ、戸川君も投げたの？戸川さん、あ、戸川さんと、キャット川さんと宮田さんと僕でキャッチボールしてた。あ、見た。見ました。そうです、そうです。あれ、はい、あれ僕撮ってたんで。かなり、あれですよね、体全部使えるようになってましたよね。あ、そう。そうです。そうなんだ。え、戸川君って完全に野球素人だよな。あの、好きぐらい。あ、好きは好きなんだ。はい、やったことある？はい。あ、でもその遊びでぐらいだと思います。あのもし戸川さんピッチャーもいける説、マジで、めあの目処が立ちました。ピッチャーってあんなに速く走る必要ある？あのスライダーとかスライダーの綺麗具だった面白い、ね、僕一生キャッチャーしてたんですけど、うん、もうすごかったです。あれ打てないです、そうなんや。確かに下半身の安定とかえぐいんだろうな。確かに、はい、そうです。あれピッチャーゴロ取ったらもう一回ジャンプすれば一塁到達できるかな。確かに一塁手いなくても勝てる、はい、確かに。なるほど。本当すごかったです、宮田さん。戸川くんあれだな、あのオリンピックね、頑張ってほしいけど、もちろんね、なんかこの間さ、なんだっけ、何位だったんだっけ、この間の大会って。まあ、確か記録ない、なかった。そうなんだ。なんか全区見に行ったんだっけ。あれ、アキラさんも行った？いや、僕はバイトで行けなくて。うん、で、全区の放送で、あの、全部ファールって言った。ああ、そっかそっか。あ、そういうことか。なんかめっちゃ悔しがってて、全区が。そう、でもなんかこうでもこういうつながりでもなかったら俺走り幅跳びを誰か応援するなんて絶対なかったな。確かに。あ、 YouTube で見てたんだ。へえ。何でしたっけ、日本選手権でした。あ、そうだね、前みんなで本当にみんなで見たみたいな、うん、あれでなんか面白かったですけど、うん、100m でも長距離でもなく、うん、ま、走り幅跳びをみんなでリアルタイムで見るっていうのが新鮮でした。だからなんかその走り幅跳びの選手を応援する理由として、走り幅跳びのどうすごいみたいのを
察して理解してなくても応援できるっていう文脈があって、あれ面白いなと思ったんですよね。なんか一回話したことがあって、こいつぶっ飛んでんなみたいなのが分かっていればそれでいいっていう、なんかさ走り幅跳びの実力がすごいから応援したわけじゃないじゃん、なんかあの最初の頃って、うん、はい、こいつ面白いなってなったらちゃんと応援できるもんだなと思って、うん、はい、わかんないですけど、ナオ君もなんかコーチングとかでコミュニティ作るときにいろんな選手相手にすると思うんですけど、なんかその専門にやる種目だけじゃない入り口って意外となんていうか可能性あるっていうか、みんな結構見過ごしてるものあるんじゃないかな。はい、なんか野球で関わって野球が専門ですって言ったら野球の凄さだけに目が行くんだけど、はい、なんかそうじゃないところの当然魅力とかキャラクターとかあるじゃん、なんかそれを掘り起こしてあげると、はい、その人のメンタルを安定させる仲間を増やしてあげる人になれば、なんか直接直くんがコーチングをなんか話聞いたりとかアドバイスしたりとかだけじゃない、なんか提供できるんじゃないかなって。はい。何だに踏み切りが少し合わないだけの繰り返し。あ、なるほど。そうだよね。あれむずいよな。あんなスピードでさ、あの踏み切り板に合わせるってさ、とんでもない技術だよな。うん、なんかでも初戦ですもんね。ああ、今シーズンみたいな。そうなんだっけ。あ、多分。この室内から始まるはずですけど、なるほど、なるほど、そういうことか。まだこんな寒い時期からやんだね、と思う。誰じゃないですか、多分合わなくて、わかんないですけど、合わなくても、とにかくこう、今の現状を知るみたいな感じで臨んだのかなっていう。確かにね。普段どんな練習してんだろうね、ああいう人たちってね。この前、その宮津さんと小川さんと走ったときは、うん、まあ、アップして、加速、あ、普通にターンダッシュして、うん、最後、その本メニューみたいなところは、150、120、100メートルを1本ずつっていう、出し切りで、これなんか、いかに自分がその野球のランメニューで全力で走ってないんだなっていうのが分かった。なるほど。もうその1本だけで、完全に出し切るみたいな走り方を彼らはしてるわけだよね。はい、僕も出し切って、はい、もう終わった後、ここまであのなんか、やばかったです。そう、あれむずいんだよね。あの 100% を出し切れるようになるまでにさ、なんか50とか100でもそうなんですけど、思い切り走ってるはずなんだけど 100% を出し切れてないっていう、出し切れないうちに終わってしまうんだよね。はい、だから、あ、ちゃんとやっぱレスト取ってマックスで走るの大事だなと思って、すぐあの部活でもうレストを短く、あ、レスト長くして本数短くお願いしますって言って帰ってもらって、はいはい、それ結構野球部でも日体大でも入れたりしてんの、そういうやつ。あ、もう最近は結構監督が、理解してくれてるんで、僕とその学生トレーナーが僕がなんかその体を強化するっていう担当で、もう一人そのトレーナー研究会ってところからあのメディカル系のトレーナーが来てくれて、学生トレーナートレーナー研究会ってあるんですか、すげえな。あります、あります。その2人でメニューとかアップのメニューとか撮ってるんですけど、うんうん、そこでなんか結構いい感じでやってます、最近は。それってあれ、アップで取り入れるっていうのか、それともその走る練習だけの時間を設けてるのかっていうのは。はい、で言うと流れで言えば、普通に最初各自でこうストレッチとかして、である程度時間経ったらエクササイズって言って、こう
身体動作系、なんか体幹入れ、体幹しっかりお腹に力入れた状態でなんかいろいろ動かすっていうトレーニングというかなんか準備体操みたいなのをして、でその後にあの走りの学校のメニューみたいなドリル系をやって、はいはい、今日とかあのサイクリングみたいな感じでやって、うん、でその後もう全軍200人ぐらいでダッシュ合わせって言ってこう短いダッシュでこう心拍数が上がるっていうのをやって、でその後にヤッシュだけ今日はあのポール完成で 150m ぐらいを2本走って、うん、でその時も足上げて足を回すように意識してみたいな、はいはいはい、そのドリルでやったことを走りに生かすみたいな感じで、うんうん、それもじゃあフォーム層だね、そこまで技術練習みたいな、そこまではフォームね、技術練習って感じ、うん、はい、野球の練習の中で取り入れるとさっきみたいにその100メートルとかでその出し切るみたいなのってやりづらくなっちゃうと思うんだけど、そうだよね、はい、この辺ってどうなのかなっていう、これは少年野球の中ではやっぱアップで取り入れてて、ただそこで疲れちゃうと練習できなくなっちゃうからねその加減が難しい、ただ確かにあの出し切るってなかなか野球の練習でないなと思ってて、僕自身もその直接なんだっけ、ね、YouTube の戸川さんのパーソナル受けた時なんかは戸川さんに直接聞いたんですけど、その 100% 出し切るっていう感覚が僕も分かんなくて、はいはい、その時もまあ多分なんだろう、やっぱやその時は分かんなかったけど、結局野球ってやっぱりなかなかその 100% その一つのメニューで出し切るっていう練習をしないから、そうだよね、その癖がないのかなっていうのもあって、はい、ただでもそれってすごい大事なことだから、そこら辺が難しい、ね、そうなんですよね、うん、僕はなんかもうそのラグビー、あの秋田中央高校ラグビーも強かったんで、うん、ラグビー部の感覚をもとに話すんですけど、もうなんか割り切ってトレーニングの日とか作っていいのか、確かに、うん、そこ割り切れるかどうかっていうところだと思うんですけど、僕は週1回ぐらいとか割り切っていいのかなって、そこだけでもその長い距離とかして短い距離とかストップ動作とかはもう練習の中でたくさんやってるんで、そこで補えない意味をもし週1回トレーニングの日みたいな感じでやっても面白いかなとか、でもそのアップで毎日やるっていうのがまず大前提で一番大切ですし、うんうんうん、あれなんで、そこが継続できれば、でも選手もなんか最近は走り変わったっす、すげえな、速く走るようになりましたみたいな、なんか体感としてあるみたいなので、それは嬉しい感じ、すげえ、はい、面白いね。でもあれだよね、球技ってさ、なんかその競技の技術練をずっとやるってことは結構固執してしまうよね。そうですね。なんか一日それなら走りなら走りだし、ウェイトならウェイトでいいんだけど、一日それをやるっていう風に日にちで区切って切り替えてしまうっていうのは本当は合理的なんだけど、なかなかそうならないケースが多いよね、はい、そうです。多分問題点というか、なんでそうなってるのかって考えたときに、うん、そもそもその指導者の方に年間のスケジュールとかないんですよ。そうだね、はいはいはい、大枠のデザインがないから、年間でこう計画してくって、はい、習慣として毎週毎週行って同じことをやるっていう繰り返しになってるってことね。はい、多分、学校のスケジュールと部活動の何月大会あるっていうとこまではあると思うんですけど、うんうん、じゃあそのトレーニングはどういう体を大きくするのとか、うん、スピードを上げる、パワーを上げるのかとか、うんうんうん、あとランニングは有酸素をこう長い距離走った方がいいのか、はいはい、短い距離にするのかとか、はいはい、っていう細かいその分類分けができてないっていうか、まあ知識がないのもあるかもしれないし、はい、それを今そこまでできるようにしようっていう、まあ、今少年野球でそれ入れたら相当じゃん少年野球ね、どうしても土日だけなんでね、やっぱ毎日やってるのもっていうところはあるんだけど、 で、ね、でも冬練と夏練違ったりしないの？はい、あ、違いますね、はい、冬とかやりやすいんじゃない、切り替えて。
冬はそうですね、やっぱ走ったりとか、そういうアップの時間長く取ったりとか、それこそ小学生の場合は、野球にこだわらず、例えばアップでサッカーやったりとか、はいはいはい、やっぱそういういろんな動きを取り入れた方が、まあ、子供の体にとってはいいかなと思ってますけど、うん、まあそれはやっぱチームの方針にもよっちゃうと思うんですよ。そうだよね。そチームの方針というか、うん、はいはい、冬場のアップで、小学校の子らに、今から10分あげるから、自分たちが思いつく汗かくメニューやりなさい。なるほど。何やってもいいから、一人でやってもいいし、何人かでグループ作ってやってもいいから、うん、みんなどんなんするのか見てって言うて、はいはいはい。で、見てもらったことがあって、うん、他の投稿者から大反感がありました。え、それバスケ、ね、なんでですか、うん、いや、収集つかんとか、え、なんでやらちゃんとやらさないんですかとかで、親は見に来てんだ、え、バスケで親って見に来て、親も来てたけど、その意見は親からじゃなくて他のコーチ、ああ、他のコーチから収集つかないって言われたってこと、あ10分使うんやったら、ちゃんとこう、これをしようっていう動きをやって、しっかり汗かこうよって言うてきた。なるほど。はいはい。で、僕は自分がどんだけ動いたら汗かくのかなっていうのを知ってほしいとか、僕らがどんな発想をするんかっていうのを見たくて、振ってみたんやけど、その思いは一切組んでもらえずで。まあ、一発で仕留めるっていうのも難しい話ですよね、うん、うん、なんか結局それもさ、なんていうか、繰り返していろいろ試行錯誤をしてみないとこんな感じだねって浸透しないじゃん、決めってうまくならないよね。そうですね、やっぱ指導者間の温度差と考え方の違いとやっぱそこやっぱコミュニケーション取らないと難しいですよね。ですね。でも任せたんだったらお互いのことにはあんまり口出さないっていうラインも欲しいとこだけどね。もう難しいっすね。見て5回は、ま、僕もどこまで、そうですよね。言いたい気持ち、言いたい人の気持ちも分かる。はい。あれでも、アキラさん、言わせないっていうのをやってます。え、アキラさんってなんか今所属してるとこって離れてなんか違うことやるんじゃないですか。中学部活はもう全然顔出してなくて、今期で抜けようと思ってて、小学生の方は、まだ抜けるかどうか考え中。あ、小学生と中学生両方あんのか。そうです。小学生のチームで、うん、で、中学が学校の部活。なるほど。で、職場の近くの小学校から、うん、まあ、たまに暇な時だけでいいから顔出してって言われてて。すごい。そんなに動き回ってんの？すごいね。よっぽどやん。ただただちっちゃい頃が懐いてくれただけで。いや、すごいことだよ。ちっちゃい子が懐くって。よほどのどうでもよさなんで。そこは多分自信ある。アキラクオリティ。いや、たまたまの話もあって、その、うん、メインで見てる人が結構こう、オラーオラードカーンって感じだから、うんうん、僕はそれを絶対しないんで。なるほど。あ、そうすると子供に人気が出ちゃうんだ、相対的。そうそうそう、あっち怖いからこっち。あっちのおじちゃんの方がニコニコしとるしみたいな、大事だよ。ニコニコはしてるけど、あまり好き勝手やりすぎると突き放す。なるほど。あ、なるほど。怒らないけど突き放すんだ。スー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 、トンってやっちゃう。一緒にやる子たちも面白いね。小山愛さん、先ほどは仲間に入れていただきありがとうございました。時間になってしまったので、アーカイブで聞かせてもらいます。いってらっしゃい。
じゃあね、ありがとう。また来てね。お先に失礼します。だって。おやすみなさい、愛さん。いや、愛さん、よかったな。いや、っていうか、大変やな。もう仕事探し。どうなんだろう。こんなところで、そんなヘビーな話を明かしていただけるなんて、ちょっとあれですけど。いや、でもこれ、大事で、俺、今回さ、京都の大階段登り大会とかっつって、あの黒川さんって、ね、はい、昔、走りの学校の人だった人が、突然電話かけてきて、あの45歳以上が1人どうしても必要だっつって、俺に電話かけてきたんで、ね、なんか、なんでそんなに出たいのかよく分からなかったんだけど。分かんなかったけど、いや、なんかモテサクさんに電話しなかったら俺ちょっと後悔すると思ったんでかけたんです、とにかくかけました。モテサクさんに京都駅まで来いとはなんか言えないんだけど、なんか声かけないと後悔するからって声かけましたみたいな。正しいよ正しいよ正しいよっつって、その通りだ。だからなんかそのなんていうのか分かんないけど、どうしたらいいか分かんないけど、やった方がいいことかやりたいことあるときにヘルプを出さずに死なないでっていう話なんですよ。なんかヘルプ出したところで救われない可能性もあるんだけど、その別にさ、なんともならないことはなんともならないかもしれないよね。まさかは今回4人揃って出れちゃうからね、びっくりしたことない。どうなるか分からんもんだよね、これね。ねえ、本当ですね、まさか本当に。いや、もう僕は基本的にモテサクさんのああいう誘いにやったら受けるって決めてるんで。そう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 、なんかそのさ、いや、俺は完全に期待して投げましたけど、周辺来るよな、みたいな。いやでも、あかねさん乗ってくれるとかさ、いや、まあわかんないけど、別に全然なんていうか、期待はしてるけど、その確証何もないわけじゃん。でも言うだけただなんだけど、そのただの言うだけを意外とケチるというか、怒ったというか、やってもやらなくてもいいんだけど、やらないことによって、ね、可能性をゼロにしてしまうっていう。多いよなぁと思ったんですよね。そうですね、うん、思いますね。でもなんか 1% の可能性に黒川さんはちゃんと引き上げるために電話をしたから、まあ結果出れるってなって、これ 1% をものにしたってことじゃん、うん、いやマジ奇跡的だと思うんだよ。4人揃って出れるだけ。大階段 70m の京都駅の大階段を駆け上がるってバカなのかなと思ってんですけど、俺は本当に何が楽しいのって思ってますよ、俺は。キュッ全然あれなんですけ どあれって結構な人数集まるじゃないですか。結構メジャーな大会ですよ。あ、そうなんです。結構本気してた。夕方のニュースとかでも取り上げられるような大会。ああ、そうなんだ。あ、じゃあ有名なんだ関西では。やっぱり60歳のおじいちゃんがかなり速くて、その人が姿とかたまに放送して、あれなんか、まあ、20秒かって出てませんでした、なんか記録。そう、おじいちゃん20秒かって。やばくないですか。やばいっす。171段20秒。やばいっす。いや、ま、なんかさ、ね、なんか試しようがないじゃん。そのタイム20秒が どれほどのもんなのかがさ、試しようがなくて、ピンときてないんだけど、でもすごそうだよね。僕も今回の仕事で、そのやっぱ鉄塔30メーターぐらいのところ登るんで、はいはい、登るときは練習だと思って駆け上がってたんですけど。はい、ちょっと左のふくらはぎが痛いです。
て、やめて、当日までにまたどっか切るとかやめて、本当に。リザーブので。ちょっとよぎったんで、やばいこれと思って、今ちょっと。俺ら今回さ、初参加だからさ、もうとりあえず出ることが目的だから、あのメンバーかけて出れないが最悪だから。気をつけます。ここはね、タイム狙うとこじゃないんだよ。あの、今、学校の皆さんから好きそうな数字が出ましたよ。なになになに？計算の仕方を打てるか分かれへんけど、うん、20秒を171段で割ってみたんですよ。はいはい。0.11。1段、0.1 秒ってことかな。おお、マジか。え、本当に？本当にそんな設置時間？嘘でしょ。それ行き過ぎだよな。マジか。いや、もちろんそれは飛ばすやろから。あ、そうだけど。え、本当にそんなこと可能？60歳で？あ、トップ。20秒って誰のタイムなんだっけ？トップのタイムなんだっけ？トップレベルのタイム。ああ。それはありえるのか。0.1 秒。出た、0.1 秒の設置。奇跡的な一致や。出てもうた。マジか。聞き馴染みのあるバードが出てもうた。スプリンターじゃないと絶対できないじゃん。いや面白いよな、でもな。あれ、その日ってなんですか、もずやくさん泊まりなんですか、帰るんですか。いや、泊まろうかなと思ってます。そうっすよね。あれ、せっかくだから。詳細わかんないですけど、何時からとか分かってるんですか。あれ、朝だったと思うんだけどな。夕方だっけな、ちょっと忘れた。あれ、送ってないっけ、大会プログラムみたいな用紙は。ちょっと後で送るわ。ああ、はい。なんかもう、紙で来るのを写メで送ってもらってるからさ、俺もよくちゃんと見てない。まあ、行けばいいんだろうみたいな感じ。いや、でも結構朝早かったんだよな、俺は。結構朝早い新幹線で行かないと間に合わねえなと思って。へぇ、前乗りだ。前乗りじゃないですか。マジで。いや、まあ、いいもう前これすること考えてます。前乗り、前祝いの後祝いもありみたいな。こういやだからさ、前菜と交際周辺はそれやってさ、散々こうふくらはぎを切ったりしてるじゃん。あ、そうっすね。前日に酒飲んじゃうもんだから。そうっすね。脱水症状になって翌日の少年野球ですぐ肉離れっていう。あさって聞いたときに嫌そうな顔すごかったもん。飲まれへんやん。いや、だから今回はだからさ、その終わってからゆっくりしましょうよ。そうですね、うん、え、お仕事は月曜日はあるの？月曜日ありますね、はい。なるほど。月曜日って25日で土曜日じゃないですか。あ、土曜日か。土曜日、日曜日はあるの？日曜日に入ってる。そうだよ、もう。朝、昼、夜か。日曜日。なるほど。我々はやりますけど、全然大丈夫です。じゃあ、朝まで行きましょう。久しくやってなくない？朝までやるっていう。ないですね。大丈夫ですよ、いけますよ。ちょっと10年ぶりぐらいだと思うよ、朝までやるって。朝まで行く。あと、あかねさんみたいですよ。そうそうそう。でもまあ、あかねさん、あかねさんはちょっと、常識人なんで、ちゃんと寝ていただいて。全くんとはもう、本当はもう一緒に。まあ、黒川さんもね、学校の先生っていう常識人だから。黒川さんも、あ、でも、黒川さんってどちらの方なんですか？なんか、吹田って言ったかな。あ、大阪の方。ひらかた。あ、ひらかたか。ひらかた。あの、思ってる人かどうかが分かんないんです。
あ、そうなの。インスタはね、KWIND11 だと。K-WIND。K-WIND11 だと。結構リカルドさんにスパニッシュで喋ってました。ニッシュ？あの、スペイン語で、スペイン語なのかな？で、話しかけてた。マジで？どういうこと？なんか、リカルドさんはほら、ペルーじゃないですか。マジか。スペイン語喋れんの？いや、わからないです。詳しくはわからない。思ってる人かどうかもわかれへんから。あー、でもありそうだね。うん、リカルドいっぱいパパワーレとか言ってんの？そこまで上手じゃない。そんな上手じゃない。なんかあの、メモ見て覚えてきましたみたいなやつを喋ってた。あの、メジャー行った日本人の入団会見みたいなやつ。ハロー、マイネームイズ何々みたいな。まあでも、スペイン語とかイタリア語とかってさ、ローマ字読みだからさ、なんていうの、うカタカナに起こせば、うん、そのまま単語覚えれば、まあまあちゃんと通じるっていう。英語よりちゃんと通じますよ、なんか、単語さえ覚える。そうなんだ。そっか。面白いな。リカルドさんにちゃんとスペイン語で話しかけると面白いな。めちゃくちゃ日本語うまいのに。冗談まで飛ばせる。むしろ逆にさ、あの、スペイン語で知ってんのバーモスぐらいじゃないの、あの人。喋れんのかな、スペイン語。どうなんやろ。なんか、あれですよ、前、あの走りの学校の、うん、なんか皆さんで集まって食事会したじゃないですか。はい。あの時言ってませんでした、あの、だから僕、英語とか全然無理で、もう日本語の方が一番話せるよ。駅の人必死に英語で説明してくれるから、日本語で大丈夫。そうそう、井川さん、いでたちが外国人だから、駅員さんとかが頑張って英語で話しかけてくるけど。日本語で返しても全部英語で返してくるって。僕日本喋れます。全く英語がわからない。大丈夫です。何このミスコミュニケーションみたいな。あれ面白い。面白い。いやでも駅員さんも必死なんやな。はい、面白い。いや講習会でね、うん、受講生に、うん、リカルドさんが冗談言うんすよ、たまに。はい、うん、今のはアマゾンジョークです。わからんじゃん。ペラペラ。めっちゃペラペラ。アマゾンジョークですっていうセンスがもう日本や。今のはアマゾンジョークですっていう言い訳がもう日本や。面白いな。いやでもいいね、なんか今日どうなることかと思ったら4人で喋れるとは思ってなかったですわ。っていうか総勢6人も来た。皆さんお元気そうで何よりでございます。ちょっとあの周平さんのアルコールが増えてしまうのでちょっとこの歯止めを聞かしておきます。またお酒なくなっちゃった。どうしようかな。ちょっとね、このまま行くと本当に永遠に朝までやりそうなんだけど、ちょっとは一応ね、区切りつけておくわ。またやりましょう。意外と楽しかった。いいね、これね、4人まで行けることが分かったね。いや、よかったっす、面白いやん。これ音声流すとこれ音声今日流して大丈夫ですか？中だけにしときますか？
や、全然。大丈夫ですか。あ、これどうなるんでしょうね。音声で聞いて、わけわからなさそうだけど、どうなるか、ね、これをリアルタイムじゃないよ、その、当倍再生する砂塚さんから1時間奪うことになってる。耐えれはるかな、あの人。確かにな。確かに、ほんと中身なかったね。自主規制かけてもええぐらいかもしれん。確かに、ちょっと中身なかったな。いや、砂塚さん、ね、ぜひ、これぜひ1倍再生でね、ゆっくりと、どうでもいい、かける4っていう、いつもはね、どうでもいい話、結構、アキラチャンネルはさ、まあ、3分とか5分とか、短めなんですけど、今日1時間やっちゃったからね、このどうでもいい話かける4を。いや、ほんと、いや、YouTube で流してくださいって。いいね。YouTube で流してくださいって。毎食サイズ。いや、これが、ほんとに、ね、公にされて、許されるほどのどうでもよさなのかどうか、ちょっとわかりませんが。ちょっと試しにね、アーカイブも、外に出してみましょう。はい。いや、今日はありがとうございました。またやりましょう。それではおやすみなさい。あ、なおくんありがとうね。なんかスタバから、はい、ありがとうございました。そんなシュッとした場所から参加するような場ではなかったんだけど本当にありがとうございました。またね。なきゅうさん頑張って。ありがとうございます。順番に出れる？順番に。ああ、なるほど。出るとこういうふうに消えていくんだ。ああ、出ました。はい。ということで、初の4人参加というのをね、お付き合いいただきましたが、いかがだったですか？いや、こんなに盛り上がると思ってなかったですけど、面白かったです。ということで、また明日お目にかかります。明日はね、朝やろうかな。久しぶりなんで、朝の7時半からいつも通りの感じにしてみようかなと思っております。それでは皆様、今日はいかが、いい一日をお過ごしになったでしょうか。そして、そうだな。良き一日をといつも言ってるんですけども、もうこれからだとね、良い眠りをですね。はい、ということでおやすみなさいませ。それではね。